ということで今回も頑張っていこう。今回はとうとう娘様の試験だから本当に頑張らないといけないわよ。まあ、以前頑張ったし、きっと大丈夫だよ。そうね、それじゃあ早速進学試験を受けに行きましょう。うん、しきちゃんも楽しそうだし、きっと大丈夫だよ。ということで、早速しきちゃんには頑張ってもらいましょう。またいきなり進学試験が始まったわね。せっかちゃん実はね、この女神旅を開始したのが去年の2月27日なんだよ。え、もう1年近く経ってるの。だから私としては、そろそろ進めないとまずいんじゃないかなって。いや、だいぶ遅いけどね。ということで、ハイスピードでしきちゃんを応援しよう。頑張れしきちゃん、行けるのしきちゃん、この季節の水は冷たいね。ごめんね、夏にしてればちょうどよかったのに、でも今頃言っても仕方ないから頑張って。それ本当に応援。ほら、ちゃんと言葉を見つけないと。ごめんね、寒いよね。あ、応援が無駄になってる。私がちゃんと応援しないと。やった、しきちゃんが克服したよ。滝の水を弾くしきちゃんの姿を見て私は感動しました。今度こそ今年中にしきちゃんを一人前の女神にするぞ。いいからちゃんと応援して。ほら、次は桜花がしっかり応援するのよ。次は強さの試験だね。任せてよ。強いぞしきちゃん。やっちゃえやっちゃえしきちゃん。なんかしきちゃんが強くなったわ。たらいをバシンバシンって叩き落としてるしきちゃんの絵図。成長したね。やっぱり私たちの教育が良かったんだね。大変、次の科目は賢さよ。あ、せっかちゃん、私少し寝てるね。しきちゃんが頑張ってるのに寝るやつがいるか。でもしきちゃんすごいよね。こんな難しい問題すぐに解いちゃうんだから。難しいかはともかく、確かに暗算ですぐに解ける問題じゃないわね。私たち、もしかしてもうすでにしきちゃんに負けてる。負けてるのは桜花だけよ。うわー、調子は出てきましたか。次の科目は優しさよ。なら私の先輩特許だね。自分で言っちゃうんだ。私に育てられたしきちゃんはすごく優しさに満ち溢れてるんだよ。バカに育たなかっただけよかったわ。メガネ呼吸を整え。最後は美しさだって。それもどっちかっていうと桜花じゃない。そうかな。もうせっかちゃんに言われると照れちゃうな。つまり美しさと優しさしかない天然バカってことね。せっかちゃんだってたくましさと強さしかない理不尽バカじゃない。な、もうしきちゃんが頑張ってるのに私たちがサボってちゃダメでしょ。頑張れしきちゃん。オオカミバカって言われたの、かなり響いたわ。あ、ごめんね。いいわ、お互い様だもの。さあ、結果発表よ。強さ満点だよ。優しさも満点じゃない。お互いしっかりしきちゃんを育ててる証拠だね。そうね、踊る。素晴らしい。とりあえずしきちゃんの進学試験が無事合格ということで、段位が上がったわね。これでしきちゃんも少し偉くなったのかな。さらなる精進を。いや、まだまだこれからって感じよ。おうか。う、こうなったらどんどんしきちゃんを一人前にしないとだね。あ、やっぱりうずめ様の姿を見ると癒されるわね。私たちもいつかはうずめ様みたいにおしとやかになりたいね。それじゃあとりあえず勉強から始めようか。おうか。いやー、よく考えたら、私にはまだおしとやかは早すぎるかもな。本当にね。これでうずめ様の試練も終わっちゃったし、次はどんな女神様が来るんだろう。きっと次の女神様もおしとやかで、綺麗な方よ、きっと。楽しみだな。飛ばしちゃったんだけど、うずめ様からお別れ前にプレゼントをもらったわ。うずめ様らしい綺麗な髪飾りだよね。やりましたよ、大花さん。そうだね、長かったね。思い返せばうずめ様の試練開始が去年の4月3日。そんなリアルタイムの話じゃないよ。お土産までもらっちゃいました。お土産ってしきちゃん、でも気に入ってるみたいだし、いいんじゃないかな。私も欲しいな。私たちは今つけてる髪飾りが似合ってるわよ。そうだね。へえ、しきちゃんがもらった髪飾りはうずめ様の真意の一部なんだね。やっぱり認められた証なんじゃないかな。そうね、しきちゃんにはこれからも多くの女神様に認められるよう、私たちがビシビシ鍛えていかないとだね。一人前の女神様に一歩近づいちゃった気分です。ふふ、ちゃんと近づいてるよ、しきちゃん。そうね、でもまだまだ油断はできないわよ。もっと撫でてくれてもいいんですよ。もう、かわいいなー、しきちゃんは。そうねー、ずっと撫で撫でしていたいわね。しきちゃんの笑顔のためなら、まさかおうか。毎日ご飯をお茶碗一杯まで食べられるよ。それにしても、うずめ様の修行時代、想像もつきませんね。そうねー、あんな美しい方の修行時代ってどんな感じだったんだろう。うずめ様は、昔から立派な女神様だったとしか思えませんけど。そうだよね、あんなに落ち着きがある人だから、昔はやんちゃだったって言われても想像つかないよね。確かにね。
でもアマテラス様の言う通り、最初から一人前の人なんかいないわ。アマテラス様の修行そうだね、みんな最初は半人前だよね。発揮ください。意味はネットで。天使黒色。意味はネットで。読みと意味はネットで。アマテラス様は難しい四字熟語を並べすぎ。全部ネットで検索しちゃったよ。あの短期間で。なんだかよくわかりませんけど、かっこいいです。ああわかるわ。難しい四字熟語ってなんかかっこいいわよね。意味は全くわからないけどね。でもここはしっかり拝んでおきましょう。そうだね。次もうまくいきますように、だね。ありがたや。ありがたや。なんだろう、しきちゃんの笑顔を見るだけで幸せな気分になれるね。これがしきちゃんの秘めたる力ってわけね。ということで今回はここまでにしたいと思います。次回もお楽しみに。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。